ドーソン島はマゼラン海峡内にある島。フエゴ諸島の一部で位置は南緯53度97分、西経70度58分。地理のプンターレーナスの 100km 南に位置する。面積は約1290平方キロメートル。プンターレナス市の一部とされている。人口は2002年の調査で301人である。1992年には、 415人いた。同村党は1800年代後半、セルクナム族などの先住民の強制収容所として使われた。1890年に、チリ政府はイタリアから来た、サレジオ海の宣教師に、先住民を教育、世話、順応させる権利を与えた。1973年9月11日の軍事クーデター後は、同村党は政治犯の収容所となった。 サルバドール・アジェンデ政権の閣僚だったホセトアが8ヶ月収容され、後にサンティアゴに戻されて間もなく死亡する。なお、チリのミゲル・リッティン監督の映画、ドーソンとお銃が2009年11月11日公開となる。政治犯として収容されていた閣僚経験者のセルヒオ・ビタールの著作に基づくものである。ありがとうございます。